こんにちは、ケンタです。今日はちょっと久々に久しぶりに実家帰ってきました。というのは車をね、普段は実家に置いてて、なかなかうちの近所だと高くて、高いのとめったにね、車使わないというか、使いたいんですけど、まあ駐車場代があんまりにも高いんで、普段は実家に置いてあります。まあ実家までは電車で30分ぐらいなんで、そんなに帰ってくるの大変じゃないんですけど、ちょっとね、実は去年末かな、スキー場行ったらガラス、飛び石でフロントガラスにちっちゃい傷ついてたんですけど、そこを中心に多分寒暖差で、なんですかね、クモの巣っていうと大げさなんですけども、ピキッと大きい、もうひびというか、もうほぼ割れてますよね、なんですよ。で、年明け、今日11月の頭なんですけど、年明けに車検なんで、多分ね、あれじゃ車検通らないんで、ちょっと馴染みの工場に持ってってフロントガラス交換してもらえると思います。もしかしたら保険使えるってことなんで、保険適用でできればいいなと思ってますけど、とりあえずちょっと、とりあえず実家行きます。からずっと、ここが飛び石のとこなんですけど、ここからずっとピキッと割れてます。中から見たら分かりやすいかな、中からの方が分かりやすいですね。ピキッと、もう運転もしづらいし怖いんで、馴染みの車屋持っていきます。いるかな、社長。ちょっと今馴染みのね、もう学生時代のとこからお世話になってる工場に持ってったんですけど、まずもうずっとお世話になってた社長さんが今年の5月で引退されたってことで、全然一方も連絡も何ももらってないのに引退しやがって本当に、ね、仲良くさせてもらってるんですけど、ということでちょっと今日はね、いらっしゃらなかったんですけど、まあお弟子さん、息子さんじゃないね、多分お弟子さんが後継いでやってらっしゃるんですけど、前のね、社長は本当フロントガラスでも何でも全部自分で、外注頼まずに全部自分でやる方だったんですけど、なかなかまだそこまでの経験がないということで、外注に出すことになっちゃう。で、その先代の社長が全部自分でやってたもんだから、そうなんですか、業者間の横のつながりがないらしいんですよね。なので、すぐ案内できる場所もないし、自分ではできないので外注になることになると思うということで、ちょっとね、できるとこがないかちょっと探して、もらってます、もらってますとか探してもらうことになりました。ちょっとね、早めに動いておいてよかったなと思って、まだ2ヶ月一応あるから、まあ間に合うでしょうということで、まあインターネット探すとね、いくらでも出てくるんですけど、できればね、馴染みのあるとこにお願いしたかったんで持ってったんですけど、まあそういう形になりました。まあこの車もね、もう21万キロ走ってるんで、いろいろね、全部自分で、タイミングベルトも20万キロで自分で交換したり、エンジンのオイル漏れもパッキン自分で変えたり、昔はね、散々もう手をオイルまみれにしながら作業しましたけど、なかなか今そういう時間もゆっくりね、ちゃんとしたまとまった時間も取れないし、何より実家に車置いてあるんで、パッとね、作業ができない。工具も全部自分の家の方に持ってきちゃってるんで、できないっていうので、
フロントガラス交換もねちょっと自分で試してみたいですけど、ガラスの取り外し自体が、間違いなく一人じゃできないので、もう聞いて分かるようにいろいろガタ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 、もうボロボロの車なんですけど、できればね大事に乗りたいなとは思ってます。今欲しい車もねないし、この間もちょっと誰かと話になって、もう金額とか無視して今買いたい車何って話になった時に、僕の答えはもうこの車を全部部品ダメなところを新しくして、この車の新車に乗りたいですね。エンジンもオーバーホールして、それぐらいこの車気に入ってるんで。まあでももう21万キロでしょ、いつまで乗れるかって感じですよね。まあなるべく乗り続けたいです。まあということで、ちょっとあんま長くなっちゃってもあれなんですけど、とりあえず今日はせっかくちょっと実家まで車取りに来た、先に電話すればよかったですね。ちょっと一瞬思ったんだけど、とりあえずちょっと業者を探してもらうことになりました。さあようやく、もうあれから2ヶ月半ぐらい多分経ってるんですけど、今12月の半ば17日です。やっとねフロントガラスの交換してくれる場所を見つけて、でどうも、なんですかね、交換するフロントガラスが社外品のメーカーはもうないということで、純正品、しかもこれが受注生産らしくて、でやっと昨日一昨日、部品が届きましたよっていうのを連絡をいただいたので、これから向かいます。ちょっと変えようかな。で本当は10時に車持っていく予定だったんですけど、ちょっとねこの週末が忙しすぎて、寝坊。今何時、今10時半です。まあ、ちょっと一応ね先方には一応電話を入れてあるんで大丈夫だと思うんですけど、まあ、慌てず来てくださいというふうには言われてるんですけど、さあこの見えるかな、この割れ今見えやすいんじゃないかな、もうパッキリいってるんで、これをしてもらいます。じゃあとりあえずちょっと急ぐんですけど、安全運転で向かいます。こんにちは、お待ちしておりました。はい、受付表をですね、はい、一度お書きになっていただきたいので、はい、どうぞそちらの席です。はい、結構こういうの買うとか割れますよね、確かにね、結構劣化が激しくなっちゃってるんで、はいはい、ここは新品が手配がございまして、あ、そうですか、これは新品のアンパモールになりますので、あ、はい、ただまあここのモールはどうしても再使用になりますので、はい、まあ、クリップはいくつか割れてるんで、あ、はい、クリップはいくつか新品が持ってるので、はい、手配しましたので、はい、ありがとうございます。できる限りは交換いたします、はい、これは交換しない、これはないですね、ないんだ、はい、あ、了解です。買うトップはないので、ええ、まあ、例えばお客様とかで、ま
交換していただくか。要はこれ外したら取れるってことですよね。これ外したらね。そうですね、これ外すと取れるんですけど、多分このパーツを取らないといけないかなっていう。そうですね、はい、わかりました。向こう外れてるんで、もう割れてるんで。やってしまってるんですか、はいはい、分かりました、はい、ただまあ今回の交換部品はここと、はい、ここになりますんで。わかりました、はい、お願いいたします。はい、はい、で ETC のアンテナは外せたんですけど、はい、カメラのマウントの方をちょっと外しきれたので ETC あのサービスで付け直しておきますんで。本当ですか、助かります。はい、大丈夫ですよ、はい、今車検証のステッカーって端っこになったんですよね。そう、今ここにあったんですけど。ですよね。どうします？ど真ん中に。ど真ん中で。はい。ただケーブル足りるからこれ自分でやったんですけど、はい、ケーブルがもしか届かなかったらそのままで。あ、ケーブルというのは。あの ETC のアンテナの配線。はい。はい。が真ん中まで。あ、でもこっちから来てるか。ETC はもともとここにあった。そう、両面といえばあのそうですね。ETC はここで大丈夫ですか？ど真ん中がいいですね。ど真ん中が、ど真ん中がいいですね。 ETC をど真ん中にして、はい、この車検ステッカーもここに貼ってしまって大丈夫ってことです。あ、貼り直せるんですか？車検ステッカーは、あ、もうあ、そうなんですね、はい、あ、まあどうせ来月車検なんで。わかりました、はい、もし配線が届くようであれば、はい、ど真ん中に ETC は確かね、こっちから回した気がするね。で、はい、A ピラーの裏に結構配線通ってるんでちょっと煩わしいかもしれないですけど。かしこまりました。はい、わかりました、はい、お預かりいたします。はい、はい、じゃあどうぞ台車こちらに。はい、さあ映ってるかな。今5時半過ぎたとこですね。結局、実家帰ってダラダラしてました。でこれでもう終わってるはずなので楽しみです。まああとはいくらかかるのかが怖いです。車迎えに行ってきます。完璧です。夜なので見えないと思うけど完璧です。ボールも変わってるかな、ね、よかった。さあ夜なので全く分かんないと思いますけど完璧に綺麗になりました。分かるかな、分かんないですよね。まあとりあえずちょっと運転中なんで約10万円。まあまあしょうがないでしょうって感じですね。ガラスが超綺麗になったんで超運転しやすいです。目が良くなった気分。